あ、ここは大阪ですね。川野さん、ど定番のお土産がありますよ。美味しそう。私も修学旅行の時に買ったことがあります。静岡県の銘菓うなぎパイに、石川県からは変わり種もなかを開けると、中から可愛らしいお菓子が。札幌三越で今日から始まったのは全国縦断お土産祭り。47都道府県からおよそ400のお菓子が大集合しています。秋田のお土産ありましたよ。いや、有名なものがいろいろある。もろこし美味しいです。これひらがな一文字書いてありますね。く、これ秋田弁で食べるっていう意味です。そしてこれ、いぶりがっこがお菓子になってます。美味しそう。細かく刻んだいぶりがっこをショコラと合わせた斬新なクッキー。こちらの商品名にも秋田弁が。商品名けっていうのは食べれって、食べなさいって。このいぶりがっこショコラけ。福岡県からは明治から続く豆菓子店のおみくじ付き焼き菓子が登場。高橋アナも運試しです。どれどれ。神の引き合わせ、浮気しとげて苦労をしとげ、臨機しといて添い遂げる。いろいろあったけれども神が引き合わせたものだよ。夫婦円満ということでしょうか。47都道府県のお土産が札幌で楽しめるとあって、お客さんも大満足。以前に島根に行った時に買ってきて、お値段の手頃で美味しかったんで、ちょっとこれ欲しいなと思って。今沖縄のキンスコ聞いたことあるから買ってみようかな。毎日のように2桁続いてて、ちょっと旅行は怖くて行けない。この全国縦断お土産祭り、開催された裏には新型コロナの影響がありました。空港や駅とかそういうところで売っているお土産物がですね、全く売れなくなってしまったんですね。そういう方々に販売の機会を提供すると。全国を味わい尽くせるこのイベントは来週月曜日まで行われています。